委員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。24番、谷口議員。市民クラブの谷口でございます。これから一般質問をさせていただきます。まず今回の最後の今日の質問でございますので、広田市長の政治姿勢と市長の遠国等についてお尋ねをしたい。同時に開かれた姿勢とは何なのかという問題、さらには商工観光行政あるいは福祉行政、特にユニバーサルデザイン等を含めた問題について質問したいと思っております。さらに市民病院に関わる問題につきまして、今住民訴訟で裁判継続中でございますけれども、それに対する市長のいわゆるそれを裁判に対するいろんな姿勢、そういう問題についてのことをお尋ねをしていきたいと思っております。さらに市の職員の採用、I ターン、U ターン含みまして、いわゆる他教師の活性化、いわゆる行政の効率を上げるために素晴らしい人材を採用していただいておりますが、同時にですね、いわゆる地元の職員の採用の問題等についてですね、いかにどのような考えなのかを明らかにしていきたいことでございます。で、項目順番は順後は前後は逆になりますけれども、協議要請につきましても、先ほど上田議員から質問がありました中学校の問題を含めましてお尋ねをしていきたいと思っています。で、そしてまたそれを総括してですね、これ1時間半いただいておりますので、十分時間を使わせていただいて訴えてまいりたいと思います。で、最初にですね、ここで申し上げたいのは、開けた姿勢、今日は今回の実は議会の前に悲しいことが3つありました。その1つはですね、まず、12月の定例会の議事録を精査いたしましたところで、その中に実は、白紙になった部分、訂正された部分がですね、かなり多かった。そのことについてなぜこうなのかということをですね、実は改めにはばかることなかれとか、あるいは発言について訂正あるいは修正があるということはですね、やはりあり得ることでございますので、それはどうこう申し上げませんけれども、問題はそれに絡む問題についてぜひ市長にお尋ねをしておきたいことがございますので、あえてそのことを申し上げると。そのことが非常に悲しいことの一つでございます。もう一つは、市長の政治姿勢の中であえてお尋ねしたいのはですね、市長はいわゆる自分の考え方を明らかにするために、本を発行になりました。で、本の中にですね、私も登場させていただいているようでございますけれども、問題はその本の中身についてですね、あえて申し上げたいことがございますので、それを市長の政治姿勢ということの中で、これはもう通告いたしておりますから、きちんとお答えをいただきたい、こういうのを思います。もう一点は、飛龍川祭り、素晴らしい行事だったと思います。私も松尾議員と一緒に参加をさせてもらいました。そして灯籠祭りですね、本当にもうみんなが地域の方一生懸命頑張ってもらっている、いいイベント、いい行事だと思っております。それはそれの評価でございますけれども、その中で悲しかったことが一点ございました。それを、申し上げながらですね、いわゆる観光行政あるいは文化財の保存伝承についてあえてお尋ねしていきたいということを考えております。で、質問席に戻ってこのことについてお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。岩田市長。ちょっとすいません、何がご質問だったのかよく分からなかったんですが、やっぱりこう1を聞いて100を知るっていうのが多分第一でございますので、その観点から答弁をしたいと思うんですけども、
発言の、その議会の発言 の、 その削除っていうのは、あくまでも議会の専権なんですね。これは議長もされておられますので、そこはよくお分かりだと思うんですね。で、これは地方自治法第123条に基づき、議長が作成とされています。で、法にのっとって頒布、配布についても議会の役割、権能となっているんですね。で、したがって、これは私がそのこれは載せてくれとか載せてほしくないとかって言っても、これは議会 の、 本当に、最高権威の一つでありますので、私がどうこうっていうのは ありません。ですが、やはり私としては、議会っていうのは高度に例えば政策の判断であるとか、いろんなことの、その万機航路に決すべしということは常々私も申し上げておりますので、それについて私あるいは執行部がちょっとそれとはそぐわないと言ったことについて、それは真摯に例えば訂正あるいは削除のお願いをするということは、それは謙虚な気持ちでしなければいけないというふうに思っております。そして私の、首長パンチ出て、まあそこそこほどほどに売れてるんですけれども、これについて、なんかいろいろ言われましたけどね、これは私の知見の有する範囲で、思ったことを正確にこう書きました。ですので、まあこれについて、まあいろんな批判はあろうかと思うんですけれども、私はその病院問題、特に病院問題はこれは残すべき必要があるだろうというふうに思いましたので、これは市民に残す。あるいは今病院問題でのたうち回っている自治体の皆さん、あるいは関係者の皆さん方がありますので、これを一つ の、 教科書としてほしいと、まあ、反面教科書でもいいんですけどね。ですので、そういった思いでこれは残すべき必要があると思って、講談社の皆さんたちの深い理解を得てというか、まあ、講談社から書いてくれと言われたんですけれども、それを出したということですので、ここの、この記述について、まあ、これは一般質問に馴染むかどうかは分かりませんけれども、それは真摯に答えてまいりたいと、このように思っております。そして、まあ、昼釜祭りで悲しいことがあったということについては、それは、一般質問の中で、まあ、意見を交換ができればありがたいと、このように思っております。まあ、いずれにしても、私は基本的にオープンです。オープンですし、良いことは良い、悪いことは悪いというふうに申し上げて、で、この判断については、それは私は皆さんと同じに選挙人でありますので、それは選挙の時に判断を受けるということでやっていきたいと思っておりますし、政治家は発言の自由をもって政治家たるものだと思っておりますので、これからもどんどん発信していきたいと、このように思っております。議長。24番谷口議員。これは議事録の訂正とか、そういうことについては議会の問題でございます。そのことが悪いということを、私はそれを言っているわけではございません。問題はですね、この 議会の発言の訂正は、例えば、いや、発言の内容に間違い、手違いがあったとか、間違いがあったとか、それからあるいは、強いて言えばですね、例えば表現がですよ、適正でなかったとか、いわゆる差別発言とか、そういうもの、それから警備の問題についてはですね、やっぱり議長の権限でも訂正をして、やはりきちっとした形の中で記録を表して、とどめて、そしてそのためにはやっぱり議事録の署名義務もおりますから、それは手順通りきちっとしてあることについて、とかく私は申し上げているわけではございません。ただ問題はですね、私もこれは総督にすぐですね、私の思い込みであってはいかんからといって、同僚の議員何名かの方に申し上げましたけれども、市長はこの議事録、これはちょっと見てみますけれども、商工会議所の回答に対する、商工会議所に対する対応の問題についてですね、本当に激しい口調で申されました。これはもうご存じのように、何にも書いてない議事録抹消、これは何て書いてますかね、発言取り消しということで、白い部分がいっぱいございます。これを次のページ、もう一つを、これは何ページですかね。37ページと、それからまた、山口議員対、医療山口議員に対する発言と、に対してですね、これは232ページもこの通り真っ白でございます。で、このことの中身について、私はもし発言の内容について、例えばですよ、
記憶の違いがあったとか、数字がとかいうことであればね、ですけれども、私はこの中の訂正の内容は、私が署名したのはですね、全部ある署名ですから、私、議事局署名議員でございました、たまたまですね。そういうことでございますので、それはそれで署名をいたしましたけれども、この中で書かれていることは、本当に市長の発言を訂正したい、焼却したいというのが本当のものであったかどうかですね。要するに、この議事録に。谷口議員、これは市長からの申し出あって、123条に基づき皆さん方にかけて削除した問題で、先ほどからいらっしゃる、私はそれを問題にしてないと言いながら問題されているんで、それはそぐわないと思います。ちょっと待ってくださいよ。これはですね、市長の政治姿勢について聞いてるわけですよ。議長が制止されることはないですよ。いえいえ。続けます。議会で測ってやったことですから。いや、測ってやったこといけないと言ってませんよ、はい。その考え方を聞いてるわけですから、政治性として。はい。では、きちっと考え方を。え、申し上げます。はい。問題にしないと言いながら問題はされてますので。いや、考え方は問題せんでいかんでしょう。お願いします。聞いてくださいよ。ちょうどですね、市長が発言の訂正された日、これをそっちに申しましょうね。私は、その日は比較的早く議場に入ろうとしました。その時ですね、市長が、この、訂正については、議事録にそういう言葉が残ると、それは嫌ですからね、という表現で話をある人にしておられました。私は、ふっと入ってから、咳払いをして入ったんですよ。そうせんとですね、なんか、密談とは言いませんよ。話してあることは事実ですから。でも私は、咳払いしたら、そして、私は入らせてもらったけど、言葉の途中は継続して、それから即々と議場から出ていかれました。私は思うのはですね、本当にそのことが、いわゆる、例えば、商工会所の関係を、本当にこう失礼なことを発言をしたから、そういうことはいけないとか、あるいはそういうふうなことはありえんですけれども、その中にいろんなね、大きな問題点があります。それはもう、私はテープに取っておりますので、それはテープは抹消できませんので。これは議会に上がって削除した問題ですから、それに関して質問をしないと言いながら質問されてますので、いやいや、そういう考え方を今を想定したということを聞いたわけですよ。その辺を審査しながら質問してください。はい。ちょっと私も言葉は非常に不慣れですから、あえてこういう方はなっておりますけどね、実際にそういうふうな状況で、これはもしかすると全部消されてしまうんじゃなかろうかと心配しましたから、私は私の思い違いであっていかんもんですから、あえて何人かの議員さんに申し上げたら、結果的にこういうことになったということだと私は思ってます。で、それについての主張の考えを聞きたいと思います。岩田市長。いや、もうデタラメですね。本当にね、例えば私が発したことは公人として発するっていうのは、この議会並びに記者会見で発する言葉なんですね。ですので、私がどうこう話してたっていうことについて、これは私人として話すことあるかもしれませんけれども、公人として話す部分を捉えていってくださいよ。で、その上で私は議事録のその削除については、商工会議所側から内々に私のところにこれは削除してほしいという話がありました。というのは、やはりこれは残るわけですね、永遠に。まあ、50年かは分かりませんけど、残るといったことについて、これは私は市長ですので、自分では決められません。ですので、私を通じて議会にお願いをしますということで、私が残すの嫌ですもんねといったことについては、それははっきりと覚えてません。で、それはもうそんなことをね、引用すること自体がね、もう私は品がないと思いますよ。で、その上で、あえて申し上げたいのは、あくまでも私とすれば、いや、これは先ほど申し上げた通り、議会っていうのは万機公論を決すべしの場であるといったことについて、これが残ることによって、まあ、例えば市民の感情をね、またこう避けたりとかっていうことについては、私はそれは本意じゃありませんので、まあ、商工会議所側からの内々の依頼を受けて、議会にお願いをした。で、議会、それであえて申し上げますと、地方自治法の第123条、これ、議長の権能なんですよ、どうするか。だから、谷口議員さんね、もしそれが嫌だったら、署名の時にそれ言えばいいじゃないですか、議長に、私じゃなくて。うん、それはね、卑怯ですよ、僕はそういうふうに思います。議長、24番。谷口議員、先ほど言った分を審査して質問をお願いします。24番、谷口議員。卑怯ですよとおっしゃったですよね。で、議事録の署名の時それ言えばいいじゃないかということまで主張があいということはないですね。私は判断した上で、これは議会としてはですよ、きちんと記録としては届けないかんから届けました。ただ、私も議長の経験があります。
また先輩の議長経験者の方にもですね、私の発言がもし間違ってあればですね、やっぱり議会の権威を汚すことになりますから、あえて何回もお尋ねした上で私はここに立っているわけです。で、まあこのことはですね、市長がそういう考えで証拠会社の申し入れがあったから私は決して訂正を申し出るというふうなことでございますので、それならそれでいいですよ。まずしかしですね、もう一つ問題がありますが、そのことはここで起きます。置いていいですね、いいですね。申し上げることはちゃんと言いましたから。で、このもう一つ、この平凡な何本パンチですか、首長パンチ、この中でこれが一番悲しいんですよ。首長パンチです。これパンチはなかなか効いてませんね。これはちょっと待ってください。非常に重要な部分があります。この中でですね、私はですよ、市民病院の問題がこういう形になったのがいいとか悪いとかっていう問題じゃないんですよ。言いたいのはですね、鴨地会長激怒すという、まだ自分で書いてるか分かるでしょ。234ページよく見てください。貴様、貴様ということですね。患者様に我慢しろとは何事か。患者様の痛みを取れるのがお前の仕事だろう。患者様の不安を少しでも抑えることがお前の任務だろう。それを我慢しろとは一体どういう了見をしているんだ。何を考えているんだバカ者、という言葉があります。市長はこれをさすがにね、その患者様第一に考えるということで、まあそれは結構ですよ。自分が考えて、で、私は全然感覚違うんですよね。痛いですよと患者さんに言うこと、そのこと自体はですよ、やはり患者さんの痛みを和らげるためのいわば方法なんですよ。あり得るんですよ。痛いよ、我慢してね、もうすぐ済みますよとこう言うわけですよ。そのことが患者さんに痛いというのは何事かというのはね、それはお医者さんとしては、私はそれは株主さんが言われたことだからいいですけども、その問題はその後なんですよ。人間性を表すようなことがここに後ろにあるわけですよ。素晴らしい人と思いますよ。経営上とかまたいろんなことでは素晴らしいとかわからんけどですね、私が思うのはですよ、とにかくですね、他教の市長がお前は何をしてたんだということが書いてあるんです。他教の私たちが選んだ市長ということで、市民で選んだ市長、賛成反対あったでしょうけども、その主張に対してですね、貴様呼ばわりしてですよ。しかも、なんて言うんですか、貴様呼ばわりして、要するに、なんでもたもたして決めきらんのかと。私はやめてもいいんだよと。そういうことをちゃんとルール書いてあるんですよ。私はですね、他教の主張にですよ。私意見は違って思うんです。一生懸命頑張ってる主張だって評価してますよ。だけど、他教の主張に、そういうふうなですね、もうなんて言いますか、信じられんような言葉を吐いたということが書いてあるんですよ。よっぽど自虐性があるなら別ですけれども、素直に書いたのはいいか悪いかの評価は別ですよ。ですけれども、そういったようにですね、いわば本当に竹雄氏ののれんを、市民病院のれんを引き継ぐような人であったんだろうかということをね、考えたときに、これを言われっぱなしで帰ってきた市長が市長だと私は思ってね、非常に残念でかわいそうで侘しかったわけですよ。中身全部読みましょうか、ここで。あえてそういうことを申し上げてますが、市長の考えはどうですか。答えられますか。岩田市長。しかし私をね、こう信頼する人がリコールなんかやりますかね。本当にもうちょっともうびっくりしましたね。もう言ってることと やっておられることのちょっと乖離があまりにも華々しくてですね、ちょっと僕もちょっとまあ常識ある方だと思うんですけれども、これねちゃんと読んでほしいんですけど、お医者さんがまあ患者さんに対して、僕もこれよく覚えてるんですけど、痛いかもしれないけど我慢してくださいと言ったんですね、お医者さんが。でその時僕はよく分かりませんでした、正直言って。しかしその時に鴨地さんがいきなり打倒のごとく、その行ったその、まあ、佐賀大学のインターンの人だと思うんですけどね、頑張って掴んで、さっき言ってその痛いっていうことに言ってないんですよ。我慢しろっていうのは何事だって言ったんですね、お医者さんに対して。
我慢しろとは何事だって。で、患者さん の, その不安とか痛みを取り除くのがあのお前の仕事だろうということなんで、これはそうだと思いますよ。本当に我々が病院にかかった時にね、我慢してくださいって言われますよ。だけどこれね、よく考えてみるとおかしな話で、それは痛みを取り除く、不安を取り除くっていうのはお医者さんの、僕はあの本来の仕事だと思っていますし、そしてあのね、釜石さんのことよく誤解されてますけれど、まあ今やっとあの評価もだいぶ市民の皆さんたちではあの広がって、一部の議員さんは違いますけどね、なってるんですけど、やっぱりね、それは熱意の表れですよ、熱情の。やっぱり本当に患者様のためにこうしようとかああしようってなった時には、それは言葉を超えてほとばり知るものがやっぱあります。で、それをもって人間性を否定するっていうのは、それは品がないことだと思いますよ。実際やっぱりお医者さんのなすべきこと、経営者のなすべきことっていうのは、患者様がどういうふうに思うかということ、地域医療がどうなってるかと思う。今武雄は垂涎の眼差しで今見られていますよ。あのいろんなところが自分たちがもう崩壊寸前の公立病院をどういうふうにするんだろうっていうことで、私のところにもメールが山のように来ます。そういう意味でそこをやっぱ評価しましょうよ。もうね、過去の言動を見てね、後ろ向きじゃダメですよ、うん、前を向いて、しかも手をつないでいきましょうよ。だから他業の発展は私はそこにあると思います。ポテンシャルに比べてなかなか他業が発展しなかったのは、過去に起きたことをやっぱりね、これを重箱の隅をつつくみたいにね、あれがおかしい、これおかしいと言うから、私はポテンシャルに比べて いまいち発展がしてなかったというふうに思ってます。で、その原因が谷口議員にあるとは思ってませんけど、そういうマインドっていうのはやっぱりあるんだろうなというふうに認識をしております。24番谷口議員。あのそれ、今の市長のことはそっくりお返したいですよ、私は。あのですね、あの問題をこういうことを取り上げることと、あなたはあのリコールに賛成したとかということと、ね、別個の話なんですよ。言うのはですよ、考えてみてください、このページ、200、ちょっと眼鏡かけさせてください、228ページから229ページにかけてですね。武雄市は一体どうしてこんな頼りないぼやーっとした市長に任せっきりするんだと。悪行増減ですよ。本当。歯がいいですね。悔しいですね。私は市長とはあまり考えが違うところいっぱいありますよ。ですけどもね、自分のところの市長がこんな言われたら嫌ですよ。それはどうでしょう、皆さんも。そしてですね、とにかく、もう一遍言いましょうか。武雄市はどうしてこんな頼りないぼやーっとした市長に任せっきりするんだと。ぼーっとしてですか。550歩、100歩ですね。言われたものをよう覚えとるですね。本当。で、違約金を払ってもいいから、もう他京で病院引き売りはやめたと。なんとか言ったらどうなんだ。もう、なんだ、失跡ですか。もうパンチが山やられたばかり降ってきた。こちらが言葉を挟む間もなく、襖が震えるほどの大声で怒鳴りつけられる。二人とも料理を慣れたお腕をひっくり返さんばかりに怒りわなないてるんだと。何かを言おうとすれば、貴さん口答えをするのか。市長に言う言葉ですか、これは。何とか言えないのかと怒鳴りつけられると。とにかく土地を一刻も早く何とかしろという言葉で、この後ろ、まあもう言いません。こういう状況でですね、本当に市民病院の異常がされたのかと思うと、非常になんかわびしい感じがいたしました。まあこれ以上言いますまい。しかし問題はですね、市長、私は過去のことを引きずって言ってるわけないんですよ。前向きに進むためにはね、こういうのこれは過去じゃないですよ。現在持ってる、今の現在のあなたが書いた本の中にあるということを言ってるわけですよ。そこは分かってください。過去のことじゃないですよ、今のことですよ。で、市民病院の問題についてもですね、実はあなたは市民病院のいわゆる裁判、いわゆる住民訴訟の経費がある件が他のことは何もできんようなことばかりおっしゃいます。今日ね、4回5回おっしゃいましょう、印つけてますけどね。そういうのは言うですよ。結局私は裁判の傍聴に行きました。で、市長は裁判の遅れてる理由について、そういうふうないわゆる原告側の答弁書の遅れがどうのこうのというおっしゃいましたけども、私裁判所に行って傍聴しておりました。市の職員も2人来ておりましたし、私は職員の席の方に座らせてもらって来ました。その時にですね、感じたのは何かというと、結局ですね、裁判は何も原告側だけの理由で全てが遅れたり進んだりするわけないんですよ。
原告も被告も、そして裁判官も三者協議をした上でですね、この次はどうしましょうか、これについての処理はどうかとご存知でしょうか。法律のことは私専門だから。でも私はそう聞いたときにですね、むしろ原告側は早くしましょうと言ったのに、いわゆる被告側という市側の弁護士さんがですね、それじゃ何時だからもっと伸ばしてくれとかね、そういう話なんですよ。そう聞いて、言ってから報告受けてるでしょうが、ちゃんと受けてるでしょうが、そういう状況の中で私は市長が申し上げたことはですね、本当に市民を惑わすようなことだなという気がしたわけですよ。しかし、きちんとして話をしてほしいと思いますね。だから裁判の結果の良し悪しの問題はないですよ。私言うのはそういうことでですね、市民を不安に陥れたり、それを政策が実効的に利用にするということに私は一つの懸念を感じているから悲しかったなということを申し上げているわけですよ。それでお答えいただきます。日渡市長。いや、これもう嘘ですよ。私も報告受けましたよ、すぐね。で、その時に原告が何を言ったかって、これを言えるのかな、言えるの、司法のこれは言えるのか、言っていけない。ちょっと問題にならない程度で言いますとね、前回の弁論においてね、東京の公認会計士に意見紹介を原告側が打診していたと。断られたんで、東京の別の会計士に頼んで、4月上旬に指摘意見書が届く予定であると。で、これが届く次第2週間で、4月下旬には準備書面の提出ができると。で、次回は5月っていうのは、これ原告側が言ってんですね。しかも、もう何度も我々は、やっぱりこれ早くね、決着をつけて、これは平野議員様も同じだと思うんだけれども、やっぱりそれで次のステップに行こうよっていうことやってんだけど、何ですかね、これ。私たちがですよ、伸ばしてくれなんか言うわけないじゃないですか。嘘言っちゃダメですよ。市長。いや、ちょっと待ってください。答弁中です。で、その上で、そういう、その見聞きしたことを言うっていうのはね、議会にそぐわないと思います、私は。そうではなくて、さっき私が言ったことをね、もう一応1万ぐらいに言われましたけど、そうじゃなくて、私はこういうふうに思ってるんだけど、どうだろうかと。あるいは、私はこういうふうに思ってるけれども、どうだろうかと。それが議会の本来の姿だと思っておりますので、議会をねじ曲げないでほしいと思います。議長、24番、谷口議員。今のは暴言に入りませんか。議会をねじ曲げないでください。私、議会をねじ曲げた覚えもとないですよ。何がこれがねじ曲げですか。あなたに言われることじゃないですよ。私が言いたいのはですね、私は現場におったんだから、ちゃんと私はですよ、現地主義ですから、必ず、あなたもそうでしょうけども、なんかある時は必ずその場に行って、腕で確かめた上でしか質問をしませんよ。笑うことじゃないですよ。私が申し上げたいのはですね、そんな方向が違うじゃないですか。そんならば、あなたが信じてすれば。そう思うよ。私は行ってから聞いて、はっきりそのこともある議員さん方に報告しました。そういうことでね、自分でねじ曲げて質問したりしませんよ。だから、あなたはね、少しそういう点では、もう少し慎重に発言してください。この問題は一応です。問題点を指摘しておきますので、それ以上申し上げません。で、どっちも分からんさ。そう、私が言うのは本当です。私が言うのは本当です。現実で言った、市長は言ってないんだから。これもう非常に大切な問題ですから、きちんと執行部側も反応があれば反応して、きちんと届けてください。山田政策部理事。先ほど市長が申し上げましたとおり、裁判についてはですね、我々被告側ですけれども、うちの方から伸ばしてくれと言ったことは一回もありません。私が全部言っているわけではありませんけれども、そういうことはないということであります。それから先ほど市長が言った部分につきましては、いろんな準備書面とかなんとか、向こう側の回答がですね、不十分だということで、うちの方から申し上げているわけですけれども、そこの部分についてなかなか出していただけない現状があるということでございますので、経過につきましては先ほど市長が申し上げた通りでございます。議長、24番。24番、谷口議員。嘘言っちゃいけませんよ。
私を現場におったんだから、一回もない。そんな失礼なこと言っちゃいかんよ。私言うのはね、それはいわゆる答弁書とか、それから準備書面とかの、それは往復があって遅れたり進んだりすることありますよ。それがいけんって言ってるわけじゃないんですよ。ただみんな、すべてが原告側がそうするから、裁判が遅れて、そのために費用がかかって、経費がかかって、市民の負担がかかってって、そういう言い方をされるから、あえてそうかということを言ってるわけですよ。現場に行きましたよ、私言いましたよ。その時にですね、何月何日まで借りますと、それでいいですかって裁判官もいいということになった。しかし、それじゃあ何日にしますかと裁判官が言ったときに、えいという日にしますと、それでもいいですということを言ったら、今度はそれじゃいかんから、もうすぐに伸ばしてくださいというのは、被告側が、市の側の弁護士の方が言ったわけです。だからそれを私、話してるわけです。私、そう言いませんよ。これはもう非常に大切な問題ですので、きちんと答弁していただきたいと思いますし、きちんと答弁していただきたいですし、そして原告側で、見ててそういう事実が分かるのか、実際中に入った人たち、その辺のところをきちんと事実確認をこの場で明らかにしていただきたいと思います。平田市長。まず事実関係から申し上げますとね、これは陪席、ごめんなさい、傍聴者も議論の中身は見えます。そういう意味ではガラス張りです。でその中でどういう議論があったかというと、裁判長が次回は5月13日、20日、どちらが可能かっていう投げかけがあったんですね。で、その中で、もし延ばすっていうことであれば、裁判長の中で20日っていうふうに言いますよね。だけど、今度決まったのは5月13日なんですよ。で、しかも被告、原告、これで了解してるんですよ。嘘つきじゃないですか。ちょっと、ちょっと待ってください、答弁中です。嘘つきじゃないですか。だから、そういうですね、我々はこれは準備書面で裁判記録できちんと決裁も取っております。それで、これが秘密ということであればね、議員の皆さん方にお配りしますよ。で、その上できちんとこれを見た上でね、議論してくださいよ。そのままだとね、あなた嘘つきですよ、嘘つき。僕はそういうふうに思います。はい、議長。24番。25番。平野議員さん。事実進行を認めません。24番、谷口議員、きちんと事実関係のみをお願いします。失礼なこと言わんで、事実関係のみをお願いします。事実関係だけ言ってるんですよ、私は。お願いしますということです。市長がね、嘘つき、私はなんで嘘つき呼ばれるんですか。あなたおったんですか、現場に。その時の、一緒におった議員は、それから平野議員は多分たまりかけて、事実進行を出したと思うんですよ。でも、平野議員にね、助けを求めんでも、私はね、事実関係はきちんと言いますよ。そこまで言わんでもですね、外野は黙っとってくれよ。市長はいつもブログで書いとんやろが。外野は黙っとけって。質問じゃないね、それは。嘘？なんてことか。谷口議員。嘘じゃないか、今のは。本当だ。嘘は言わん。きちんと事実確認をしたいと思います。嘘じゃない。私が嘘ついてもこれ立つしようないよ。暫時休憩いたします。失礼な。きちんと事実確認をしたいと思います。